東北大学学術資源研究公開センター植物園。東北大学学術資源研究公開センター植物園。東北大学が、屈術資源研究公開センター植物園は、東北大学が設置する自然植物園。略称は、東北大学植物園。公益社団法人日本植物園協会及び、植物園自然保護国際機構加盟園。 大学の学内共同教育研究施設等としての東北大学学術資源研究公開センター植物園は以下の2つの施設により構成される東北大学資料館東北大学総合学術博物館とともに東北大学学術資源研究公開センターに置かれる業務組織である本園については東北大学青葉山植物園または 青葉山植物園という通称も浸透している。仙台市都心部の西側、青葉山丘陵の東端に位置している。東北大学川内キャンパス、同青葉山キャンパス、及び仙台城、本丸跡に隣接しており、南側は辰の口渓谷となっている。敷地面積は約50万メートルであり、そのほとんどは山林である。そのうち、 約39万メートルが文化財保護法に基づく国の天然記念物、青葉山及び道法に基づく国の史跡、仙台城跡の一部に指定されていい。また全域が長寿保護法に基づく宮城県、指定長寿保護区であり、特に天然記念物指定区域は特別保護地区の一部となっている。さらに仙台市の広瀬川の清流を守る条例に定められた。 特別保護域にも指定されている。敷地の北東部には、川内キャンパスに隣接して、本館、研究棟、記念館、津田記念館、柳館、標本庫及び駐車場がある。記念館の背後は病保、柳園になっている。本館の前は広い芝生になっており、その先には、ロックガーデンと、失笑植物園が設けられている。さらに、 天然記念物指定区域を周遊する観察路の入り口がある。本館には2007年現在、東北大学理学部大学院生命科学研究科の植物構造機能新科学研究室が入っており、研究教育活動を行っている。このほか本館には受付窓口、展示ホール、講義室等がある。展示ホールには主に天然記念物、 青葉山の生態系について各種の標本を用いた展示がある。記念館及び柳館はハーバリウムとして使用されており一般には公開されていない。特に記念館は東北帝国大学で植物学を学んだヒマラヤ生科創始者津田博士の寄付により建てられたものでり大学のハーバリウムとしては日本最大規模の施設である。ロックガーデンには 高山性の種をはじめとして各地から収集された植物が植栽展示されている。また、失笑植物園では池、水苔園、足原等変化に富んだ環境が整備され、水場所やあやめか植物などが植栽されている。園内観察路は天然記念物指定区域を周遊する形で整備されており、ほぼ前線が森林の中を通る道である。 主に渓流沿いの道と第一条の道及びその間を結ぶ温熱帯の道からなる。各路線にはもみの木道や片栗道といった愛称が付けられているが、園内案内板やパンフレットでは採用されておらず、青葉山ゲート、口実に設置された案内板と展示室ジオラマ及びウェブサイト上の地図でのみ見ることができる。また、観察路の分岐点などには、 番号同票が設定されているが、いくつか欠番がある。これは、過去の災害が原因で廃止された路線の名残である。園内の標高差は90メートルほどあるため、特に、尾根地帯の道は、勾配が比較的きついが、沿線には随所に、ベンチやあずま屋が設置されている。観察路の途中には、防洋台と、三原市台と名付けられた二つの広場があり。 水飲み場や水洗トイレは設けられている。両広場とも森林に囲まれており、その名に反して、眺望は良くない。望洋大広場では、仙台地方に自生しない植物を中心に、植栽展示がされており、稀な桜の品種である、仙台用紙のも植栽されている。見晴らし大広場には、大園専用のゲート、難問があり、 園内を走る指導青葉山亀岡線沿いに出ることができる。天然記念物指定区域の山林はこの指導によって南北に分断されている。指導より南側の辰野口渓谷までの区域には観察路等は一切設けられておらず一般公開もされていない。指導の下には南北の区域をつなぐ形で小動物の移動に配慮したアンダーパスが設置されている。 この植物園は敷地面積の大部分が各種法令で保護された自然林であり植物園であると同時に小規模ながら自然公園等に近い性質を持った施設でもある。現在の敷地一帯はかつて大浦林と呼ばれ1600年に伊達政宗によって仙台城の築城が開始されて以来江戸時代を通じて道場本丸背後の防衛と水源関与を 主な目的として一人の立ち入りや樹木の伐採が厳しく規制されていた。明治維新後は陸軍第二師団の管理下に置かれ、さらに太平洋戦争終結後は新中軍用地となったが、このまも一般人の立ち入りは制限されていた。1958年に東北大学に関され、理学部附属青葉山植物園として開園。1972年、 旧大浦林一帯はその確実上の重要性、口実から国の天然記念物に定めされた。天然記念物指定区域一帯は数百年にわたってほとんど人の手が入ることがなかった遠隔。そのため仙台市という百万都市の中にありながら、この地方の低山帯における潜在自然植生に極め近いと考えられる。 森林がほぼ極層に達した状態で残存している。仙台地方の気候的極層林とは、モみを優先樹種とする中間温帯林である。中間温帯林とは、冷温帯と暖温帯の境界付近に発達する森林で、林内においては、冷温帯性の落葉紅葉樹や暖温帯性の常緑紅葉樹は共に優先樹種とはならず、 モミやツガなどの温帯性新葉樹が優先する。青葉山の場合、高木層では樹齢300年近いモミの巨木が優先し、あ木層では中間温帯性落葉紅葉樹、犬ナ、コナラなどを優先種として、それらに霊温帯性落葉紅葉樹、ブナ、水奈良などと、暖温帯性常緑紅葉樹、菓子類、白モなどが混成している。なお、 このような森林は仙台地方が分布の北限となっている。中間温大林では生息する動植物の種類が豊富で、林内の生物多様性が高いことが知られている。青葉山の林床には豊かな森林を好むン化の不正植物が多く、自生し、中には姫のヤガラなど希少な種も含まれる。またカヤランなどの着生植物に求む。園内に自生する植物は、 高等植物、種子植物及び、シダ植物だけでも700種近くにも上る。またこのような豊かな植物症を背景に、園内には日本カモシカのような大型哺乳類をはじめとした多様な動物も生息しており、オオタカなどの猛禽類を頂点とする複雑な食物網を構築している。しかし、こうした中間温帯林は元来分布域が限られている上、有史以前から 人間活動に伴って伐採され続け、今日ではほとんど消滅してしまっている。青葉山が天然記念物に指定されている理由は、このような生態学上重要かつ希少である、豊かな生態系が大都市近郊に存在していることに、学術的な価値があるためである。5月4日、緑の日、植物園の日と11月3日、文化の日は無料。 東北大学学生、教職員は、無料、学生証、職員証の提示が必要。川内キャンパス側から入園する場合は、基本的に本館内を通って入園する。青葉山ゲートから入園する場合は、隣接する、コンビニエンスストア、デイリー山崎東北大学工学部当店で、入園券を求める。とわ八幡体国立公園内、八甲田山の南六に位置する。 標高は海抜約900メートルで、面積は約7.5万メートル。すぐ側には千人風呂で有名なスカゲ温泉がある。園内は岳干場や大白日草を中心とした阿光山帯の自然植生に覆われ、臨床には白山尺投げや岩鏡、大薪すみれなどが見られる。また敷地の中央部には爆裂加工跡に形成された高層湿原。 極楽沼があり、盲戦後家や渡すげ、騒ぎ教等が見られる。園内には、実験棟と研究者宿泊棟があり、また周遊観察路が設けられている。観察路からは、万重深市と呼ばれる深市湯に行くことができる。開園期間は6月1日から10月31日で、入園料は無料。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。